菜の花畑から西海橋に九十九島が見える絶景です。今回は長崎県佐世保市へ日帰り観光に行ってきました。西海橋の近くには大きくそそり立つ3本の塔が見えます。それは針尾送信所の跡地になります。1922年の大正11年に大日本帝国海軍によって建造された無線送信所です。第二次世界大戦後の1997年まで海上自衛隊や海上保安庁の無線施設として運用されていました。国の重要文化財に指定されています。高さ約136メートル、周囲38メートルの無線塔3本が300メートルの間隔で三角形に配置されています。現在は3号塔のみ内部の出入り口周辺部を見ることができます。これはすごいですね。天井の上を眺めていると何か吸い込まれていくような感覚にもなります。こちらは国重要文化財の助谷見張所です。近代的なオブジェに見えますが、当時は珍しい鉄筋コンクリート構造になるそうです。西海国立公園は佐世保の九十九島から引き付島、平戸島、そして五島列島へと続く大小400余りの島々からなる多島海景観を特色とする公園です。次に訪れたのは弓張岳展望台です。展望台からは佐世保の町に佐世保港や九十九島の大パノラマを一望することができ、九十九島八景の一つに数えられます。また夜景スポットとしても人気の場所です。市街地の明かりに米軍基地や造船所の明かりがオレンジ色に輝き、その色彩的特徴は全国的に見てもとても珍しいそうですよ。日本夜景百選にも選ばれています。これは弓矢をモチーフにしたデザインのオブジェだそうです。おお、素晴らしい絶景ですね。この日は晴天で遠くの島まで見えますよ。左手に見えるのが市街地、正面に見えるのが佐世保港、右手が九十九島です。こちらから見えるのは五島方面に九十九島になります。第二展望台へも行ってみましょう。弓張岳山頂にある展望台はたくさんの自然もそのまま残り、春には桜の名所として多くの花見客が訪れます。明治初期までの佐世保は人口約4000人の市町村だったそうです。その後旧海軍の鎮守府が設置され急速に発展し、明治35年に村から一軒に市になり、戦後は平和産業港湾都市として発展しました。豊かな自然と異国情緒漂う港町佐世保には他都市にはない独特の雰囲気を感じることができます。